皆様、こんにちは。お金の研究所です。今回の動画は、株価大幅急落中、大人気の超有料高配当株というテーマでお話しさせていただきます。本日もよろしくお願いいたします。それでは早速ですが、今回ご紹介させていただく銘柄は、中古車オークション運営で最大手の USS となります。 まずこれは USS の直近の株価チャートですが5月8日の決算後に株価はギャップアップして上昇したもののその後はこのように株価は下落し5月15日には一旦長めの下ひげをつけて株価下落に歯止めがかかったように見えましたがその後もだらだらと株価を下げ続けており決算前の水準にほぼ戻ってきている状態となっております。 そしてこれが大きな下髭をつけた5月15日の株単の記事ですが、この記事にあるように MSCI の定期入れ替えで USS が除外されたとしており、また除外された頭部などは難聴な展開となっていることから USS も受給面で下落しているのかもしれません。 ただ一方で足元の業績は非常に良好でありこのように USS は4級単体では売上から純利益までいずれも四半期ベースで過去最高を更新しておりまた前期の実績についても10%前後その前の期から増加しております そしてこれは USS の通気業績の推移を表しているのですがこのように前期は売上から純利益までいずれも過去最高を更新しておりまた今期についても売上から純利益までいずれもさらに過去最高を更新する予想となっておりますので絶好調といえる業績であると考えております。 それでは専門家であるアナリストは今季来季の USS の業績をどのように考えているのかと言いますとこのように今季は会社予想を若干上回ると予想しており来季についても若干成長率は鈍化するものの順調に伸ばす予想となっております。 またこれは USS の2007年からの業績の推移ですが純利益については一旦2021年に大きく下落したもののこのように本業の営業利益や経常利益については非常にきれいに伸ばしてきているのがわかると思います。 またこれは USS の利益率 ROE、ROA、e、RO の推移を表しているグラフですが、このように営業利益率は非常に高く50%もあり、売上の半分が利益となっております。さらに ROE に関しても18%程度ありますので、経営の効率性の観点で言っても非常に優秀な企業であると思います。 またこれは USS の1999年からの配当金の推移となっておりますが USS は上場以来ずっと増配を続けておりましてさらに今期も増配予定となっておりこのように25期連続増配を予想しておりますまた配当成功に関しても直近は定められた配当成功に基づききっちり55%の配当を出してくれております さらに今回の決算で今後3年間の株主還元方針が変更されました配当成功は従来と同様に55%以上ですが総還元成功に関して追記されて今後3年間は毎期総還元成功が80%以上になるように自社株買いを実施する予定とのことです したがって単純に考えれば今後3年間は25%程度の自社株買いを期待できるかもしれません。 そして今回の決算における失業等にて総還元成功を80%にした理由について質問されているのですがそれに対して会社側はキャッシュが積み上がっている一方で大きな資金の使い道もないことから3年間という期間限定で80%の株主還元をしようというのが趣旨であると説明しておりますので決して無理をして株主還元を行っているという印象はありません。 そして5月28日の終わり値ベースで言いますと、配当利回りは3.2%程度あり、PER が17倍程度、PBR が3倍程度と、決して割安と言える水準ではないと思いますが、後でもお示ししますが、過去の推移から見ればそれほど割高という印象はありません。また、USS は株主優待制度もあります。 権利月は3月と9月の年2回で100株保有でクオ・カード500円分を年2回もらえる優待となっております。そして配当と優待合,合わせた総合利回りは4%程度になっておりますので桐谷さんの4%の基準はクリアしている状態となっております。 また配当金の裏付けとなる財務についても見ておきますと自己資本比率は72%程度あり有利子負債倍率も0.01%と借金もほとんどありませんのでしばらくは今後の配当金の支払いに困るような企業ではないと思いますただ今回の決算の懸念点の一つとしては次の USS の業績の柱となるリサイクル事業の売上目標の低さがあるのではないかと思っております つまり2027年ぐらいまでにリサイクル事業の売上目標を200億円程度まで伸ばそうとしておりますがリサイクル事業の営業利益率が10%程度であることから20億円程度にしかならず今期の営業利益目標は515億円であることを考えれば次の柱という意味では物足りない印象があると思います。 また、今後の日本の人口減少を考えれば、主力の中古車オークション市場は縮小していくと考えられることから、次の柱が育っていかないことに対して不安がある方もいらっしゃるかもしれません。ただ、個人的には悲観的にはなっておりません。その理由の一つとして、USS は今後オークションのシェアを50%まで引き上げようとしております。 つまり現状のの程度のシェアから25増加させようとしております。これは厚生労働省が発表している日本の人口推移を表しておりまして2020年には1億2600万人ほどいましたが2040年には1億1200万人程度まで減少すると予想されており20年で1400万人程度減少すると考えられております。 ただ減少率で言えば1割程度の減少となっております。またこれは今回の決算における質疑応等ですが、シェア50%をどのぐらいのペースで引き上げていきたいと USS は考えているのかといいますと、 このようにまずは3年4年でシェアを43から45%に引き上げたいと考えていると説明しておりますのでおそらくこのペースでいけば10年以内には50%程度のシェアまで高めていこうと考えていると思われますそうすれば2040年までに1割程度の人口減少に対して 2035年ぐらいまでにはシェアは25%程度増加する計算になりますので人口減少速度に対してシェアの増加ペースが上回りリサイクル事業を抜きにしても十分に USS の成長性を期待できるのではないかと個人的には思っております。 一方で人口減少以上に高齢化により新車販売台数が減っていきより中古車オークション市場が縮小するのではないかという意見もあるかもしれませんこのあたりの考え方は人により違うと思いますし現時点で正解を見つけるのは難しいかもしれませんが健康寿命の延長や今後自動運転の発達もあると思いますので個人的にはそれほど悲観はしておりません また uss のの足元の市場環境もそれほど悪くないと思っておりますますず USS の主力の中高オークションに関する業績はどのように決まるのかと言いますと簡単に言えば需要サイドと供給サイドのマッチング状況に市場シェアを掛け算することにより求めることができます。 つまり、例えば日本で中古車が100万台取引された場合に、それに USS の市場シェアの40%をかけた40万台分の手数料が USS に入るということになります。そして中古車の需要と供給はどのように決まるのかといえば、 新車販売台数と中古車販売台数それに中古車輸出台数により決まりいずれの台数も多くなれば需要と供給は増えますので USS の業績にはいずれもプラスに働くことになります。 そして1台の中古車の売買が成立した場合にどのぐらいの手数料が USS に入ってくるのかと言いますと出品手数料などはこのようになっており2万8,000円程度が USS の手元に入ってくる計算になりここは定額になっております。 従って日本の中古車の売買台数が一定であれば手数料が一定であることからシェアが40%から50%に増加すれば売り上げが25%増加するという計算になります。そして直近で言えば新車販売台数と中古車販売台数。 中古車輸出台数はいずれもこのように増加しており特に中古車輸出台数は直近で円安の影響もあり24%程度増加しておりますので市場の環境は良好であると思いますまたこれは USS の2002年からの株価チャートですが人口減少や高齢化の懸念はあるもののおおむね右肩上がりに推移しているのがわかると思います それでは専門家は今後どのぐらいの株価を予想しているのかと言いますと、これは各証券会社の目標株価となっております。決算後で言えば、2つの証券会社はいずれも株価1500円ぐらいを予想しており、直近の6ヶ月の平均値や中央値で言えば、2割程度の上値落ちというところではないかと思います。またこれは2019年ぐらいからのここ5年の予想 PER の推移を表しております。 こののようににに直近の2年年や5年で見れば、非常に低い位置にあります。さらにこれは2019年ぐらいからのここ5年の PBR の推移となっておりますがこのように直近の2年や5年で見れば平均的な位置というところではないかと思います。 したがって絶対としては PR や PBR は決して低いわけではありませんが過去の推移から見ればそれほど割高というわけでもないですし利益面で言えば現状の株価はここ5年で見れば低い水準にあると思いますただ一つの懸念点としては信用倍率があると思います現状は14倍程度あり目安の10倍を超えておりこのように過去の推移から見ても高い位置にあります ただ直近の出来高は300万株を超えており、改ざんは40万株程度です。過去の出来高を見れば80万株程度の時もありましたので、改ざんの40万株は大きくないということではないと思いますが、現状の300万株超えの水準が続くのであれば、それほど気にしなくても良いのではないかと個人的には考えております。 以上から考えれば、USS は直近では株価は大幅に下落しており、落ちるナイフ状態ですので、現状で投資するのは勇気がいると思いますが、業績や財務、利益率、経営の効率性、株主還元姿勢などはいずれも優秀な企業であり、次の柱が育つにはしばらく時間がかかりそうですが、 人口減少スピードを上回る勢いでシェアを伸ばしていこうとしており PR e が過去5年で見れば最低水準であることを考えれば一旦の株価の下げ止まりを確認するのは必須であると思っておりますが株価の下げ止まりを確認できれば面白いのではないかと個人的には考えておりますそれでは最後に少しだけ告知させていただきます以前サンワード貿易さん主催のセミナーに登壇させていただいたのですが 好評だったようで再度登壇させていただくことに決まりました今回のセミナーではお金の研究助式ゲーム感覚から始める後輩当株投資という内容でお話しさせていただきます私も昔はそうだったのですが含み益が出たらすぐ売ってしまうとか損切りができないと悩んでいる方も多いと思いますしそれを解消するための本や雑誌も多く出版されているのではないかと思いますが 人間のの本能に逆らう部分がありますのでなかなか実践するのが難しいと考えている方もいらっしゃるかもしれません今回のセミナーでは個人的にも実践しているこれらの悩みの解消方法についてお話しできればと考えており特に後輩当株投資にも相性が良い方法であると考えておりますセミナーの参加費用は無料となっておりますまたセミナーに参加していただいた方にはこれらの方法で投資を行って セミナーの時点で個人的に保有している後輩党株のリストもお渡しできればと考えておりますそのリストの活用方法についても当日お話しできればと考えておりますセミナーは6月22日の13時からとなっておりますのでお時間があればぜひご参加くださいまた当チャンネルではメンバーシップも行っておりますのでご興味があればよろしくお願いいたします 本日は以上となりますご視聴ありがとうございました動画作成の励みになりますのでぜひチャンネル登録、高評価、メンバーシップをよろしくお願いいたします